そしてこれが今度こういう建物を作るそうです。これが今家だな、残してる。ほんでこれが蔵ですな。ここに1200平米の建物を作るそうです。1200平米これがやっぱ同じです。ほんでこっちに映っとるこれとか、これがその今の山陽館です。そしてに言わせると、最近はものすごい歴史資料が多いそうです。多いそうです。ですから1200平米の歴史資料館だけじゃ足らんから、産業館も使うんだそうです。皆さんが歴史資料館が必要か、そんだけ最近に資料があるかはご自身で考えてください。先ほど言ったように中津市は10万石、佐伯市は2万石、それとこの間2、3年前に毛利400年祭の時に展示されとったもんがあります。本当に歴史資料館がいるかどうか、私は規模を縮めてでもいるのであれば規模を縮める。歴史資料を展示するところは佐伯にはいくらでもあると思っております。それで地元の子供が知性教養がつくのであれば、それはそれで結構と。これに13億かける必要があるかという話です。ただこの続きがあるんです。産業館も一緒に作る、使う。先ほどの柔らぎは食卓が一人、女の人が一人、歴史資料館は国木田道具は二人です。歴史資料館になると学芸員という人がいります。市の職員におるそうですが、給料が違うもん。多分2000万3000万の赤字は相当出ると思います。これがここにも人間を当然配置します。産業館、ここは年間6、7万人の人間が使えるんです。これは当時佐々木市長の当時に何とかいう機関が作って、それで最後は佐伯市が引き取ってるんですが、この建物は確か1500万で1000で佐伯市のものになってるんです。あの市長はその補助金の使い方がうまかった、ね、その私が聞いたらこれを作った当時 5% ぐらい佐伯市の金を使っておるんです。市長どうしてですかって言ったら、後藤さん、こっちの方に217号線から見える杖踊りの塀があるじゃないですか、あれにこだわったからその佐伯市も何パーセントか出したんよ、これは本来はただで佐伯市もになるんだったんよっていう。これが後で佐伯市が買い取りましたから1500万までついとらんです。ほんで年間6、7万人の人が利用しよるんです。利用しよるから話が次に移ります。書いてください。ここにある産業館をここの作るコンベンションホールの中に入れるそうです。もうこっちを歴史資料館で使うから、こっちに作るコンベンションのホールのこっちじゃない、ここにそのコンベンションホールの中にその産業館機能を取り込むそうです。ここの土地が今度のその大手前のあれです。これが売買今の県道国道か、ほで今度は今道路はバスはこことかこっちから来て大分バスもここにこうしよるんですが、今度はここからここの間は通行止めにして、道路は旧池江湖の前からこう入ることになります。バスはこう来てこう出る、ここに道路を上を引くさんです。ここが作ります。ここらに西田病院28万石があって、これがずっと行くとマルシェクの方に出ます。この地域約1万9000平米、1万9000平米の中に
これこういうものを作るわけ。これが皆さんの一番初めに目に紙報とか大分合同新聞で皆さんに目に映ったもの。私たちにはおととしの12月の25日が議会の閉会日にこういうものをいただきました。当時釜井千鶴郎議員が直言いました。立体駐車場は最近にはいらんのじゃないか、ちょっと使い物が悪いぞと言いました。それとここが今言うその池井湖からの道路です。駐車場がないんですよな。ここの1階2階は店舗なんです。当時この建物の1階と2階に19軒の店を作る予定だった。みんなここから買い物に行かない、これじゃいけんよという話も出たんです。次に書いてください。これが今言う、1万9000平米の中身ですが、これ無地のやつを私たちに早くくれたんです。私は地域開発委員をしてますから早くくれたんです。これは一人一人の当時26人の権利者がおるというから、アルファベットで例えば104-1は A さん、104の2は B さん、その名前は出さんでいいき、それと広さを言えちゅう、絶対出さんか。正式に委員会の名前で増田委員長から請求してもらったけど出さん。そして出してきたのがこの色刷り、このピンクの部分が寿屋が昔使いよった土地開発公社が持っとるやつですね。これを今回3月議会で佐伯市が買い取りました。反対したんですが佐伯市は買い取りました。これが土地開発公社から市が買い取った値段が坪17万5000円です。寿屋から土地開発公社が買うて手数料いろいろ金利じゃなんじゃ含めてからですから、この17万5000円は時価相場とは違うと思います。その、ね、17万5000円でこれらを佐伯市が今度買いました。次、これが直近の計画です。ここにあった立体駐車場はなくなりました。ただし駐車場がなくなりましたから、ここらのに駐車他のさら平ら地に駐車場を作らない件となりました。ここにも作っております。ですからここが4階建てであったコンベンションホールが今回は5階になっちゃいます。5階になっちゃいます。そしてここの商業住宅地域は初めの計画は1階と2階に19店舗で、3階はここの地権者のためのマンションって言ったんですが、ここが4階建てになりました。1階と2階に25店舗、3階と4階に14のマンションを作るそうです。そこでこの頃話が出てきとるんが、前は大手前にそんだけ店を作って大丈夫かっていう話だったんですが、そげんことをするぐらいならもうこういう事業をやめて向こうの方に金を回しやれっていう話なんですが、それはそれですが、先ほど私は蔦屋旅館の入り込み数を部長にお尋ねしましたと言いました。25,450人って言いました。はい、書いてください。いいですか。これが同じ私たちにくれた基本計画のこれページが何ページかに載っとるもんです。いいですか。これちょっと変えて、これがそうです。
これはな、債権の人たちが調査差し寄るんです。大手前商店街に平日879人、休日何本、1日平均757人通りるそうです。中町がこの数字だそうです。駅前がこの数字、港児童公園がこの数字で、この調査した頃は、これ正確じゃないからいけんのですよね。そう、こういう計画を立てるんじゃが。それが2656人通りよるということです。元に戻して。いいですか ?2656 人。今のままほたっつったら2229人になります。平成26年には。ちゃんとした調査しようって言うちょんで。ほたら、今度の事業をすれば2837人に増えるそうです。この現状、その26年の予つよりも 27% 増えるそうです。もう一回繰り下げて、そうするとこの757人を比例してやると、これ808人しか足らない。808人しか、これ市の組がやった調査ですからな、808人しか東蘭地域に25軒の商店を作って、そんだけの店屋が食うていけるかということです。私は前回吉田さんという方に、寿屋の常務をして方にここでお話をしていただきました。当時寿屋は1日に250万回レジを売ったそうです。そしてあの当時は他の店屋も流行りよったんです。それと今年の2月22日か、元の須崎社長さんがロータリークラブに来られるというので、私も勝ててもらいました。そしたら須崎社長さんが同じことを言いました。あの当時は250万回レジを打ち寄りました。一人単価2000円に計算して53億売れたこともあるという、一人頭の単価は皆さんで計算してください。そうした時に この間吉田さんが言われたように、大手前に800人余りの人間しか来るのであれば、当時の蒲江の道の駅程度の売り上げしかない。蒲江の道の駅はそれ一軒ですからいいじゃろう。この中には25軒の店がある。その売り上げをみんなで分けないのです。やれるかなと思います。